はい、じゃあリボンをつけます。今日はあらかじめ2個のリボンを用意してますね。これは手元隠しのリボンで、これは前の方のアジサイを支えてあげて裏をきれいに見せるリボンです。はい、ではこちらの方をまず前の方正面のところに当ててあげますね。で、さっき留めたリボンのところの上をちゃんと押さえるような感じで入れてあげます。ワイヤーを留めてあげます。リボンを上の方にこうやって支えるような、これは見えなくていいやつなので、支えるアジサイを支えるような感じで入れてあげて、でこのワイヤーを隠すためにこのリボンでワイヤー隠しのリボンを通しますが、この時にワイヤーも隠しつつこのリボンが落ちないようにどっかお花の中を通っていって、こことかこのアジサイの上とかですね、リボンが通るようにしてあげて、わかりますか？通るようにしてあげて、で結びつけます。そうすればリボンがストンって落ちることはないです。片結びしちゃいます。前から見えなくても全然いいので、こういう感じ、そうするとアジサイもしっかり押さえられて、裏はこういう感じですね。はい、では今度は手元、お嫁さんがこうやって持つ時に手元を隠してくれるリボンとして入ってきます。こういう感じです。はい、でまずワイヤー、さっきと同じです。ワイヤーで留めてあげてから、よいしょ、ワイヤー隠しのリボンを留めると。でさっき巻き上げて最後留めたところの上をちゃんとさらにワイヤーで留めてあげるような感じで入れます。このワイヤー、ワイヤー隠しのリボン、ここのワイヤーをワイヤー隠しのリボンで隠します。ちょっとあんまり分かりにくいですね、画像だと。はい、下も渡って上に切って、全部きれいに隠れてるね。はい、でどれか強そうなお花に間を通ってあげて、はい、通りました。で結びつけると、これですね。で結びつけます。もう片結びしちゃいます。ギュッと、もう 1,2 センチぐらいで残してカット。はい、ちょっと直します。ちゃんと層ごとにお花がなってるように
直します、ね、リボン、手元のリボンも可愛らしく見えるように直します、はい、うん、はい、出来上がりです。上から見ても綺麗ね。はい、以上です。